そうか。どうしたの？でも。おやすみ。おう。そうか。おやつ。
まいったな。いや、すまん。おやすみ。おう。おう、おかえり。なんだ？すまん。いや、どうした？え？参ったな。Thank you.
すまん。ありがとな。おやすみ。なんだ？すまん。ありがとな。
おう。ああ。悪いな。おう、おかえり。おう。ああ。さてと、それじゃあまずは。悪いが、部屋行って七子を呼んできてくれ。ゆっくりでいいからな。向こう行ってろって言ったのに。ケーキ？丸いのだ。今日何のお祝い？だな。今日は家族の大事な日なんだ。大事な日？そうだ。お前とこいつと俺が家族になる記念日だ。今までは？それはだな。とにかくな、ちゃんと家族になる記念日なんだ。よくわかんないけど、でもなんか嬉しいね。よし、じゃあ食おうか。うん。今日は妙なことに付き合わせて、悪かったな。そうか。優しいな、お前は。どうも、こんなことでもしないとけじめがつけられないと思ってな。それに、七子にもちゃんと知っておいてほしかった。俺がちゃんと家族としてあの子を大切に思ってるってことを。だんだん千里に似てくるな、七子は。笑った顔も気の強いとこも。あの子の顔を見るたびに千里を思い出して辛かったこともある。
あの子を迎えに行ったせいで千里は死んだ。そう考えちまいそうになることもあった。それでもあの子がいてくれただけでどれほど救われてきたかわからない。もし俺一人の生活だったらお前を預かるなんてのも考えられなかったしな。多分俺は怖かったんだ。誰かをまっすぐ受け止めて大切な家族を作って、そしてまたそれをなくしてしまうかもしれないのが、逃げるやつを追うことに逃げてたなんて全く滑稽だな。俺はな、ずっと怖かったんだよ。だから俺は敵討ちを言い訳にあの子と向き合うことから逃げたんだ。ああそうだな。逃げるのも悔やむのも今夜でもう全部しまいだ。俺はもう二度と大切なものをなくさない。絶対に、絶対にだ。これはお前が教えてくれた強さだな。ありがとな。おう、おかえり。おう。ああ。そういやさっき外の様子見てきたんだがな。後で少し散歩に出よう。お前と七子と三人で行っときたい場所があるんだ。ああ、それとな、これをお前にやろう。俺と七子が使ってるのと同じやつだ。これはお前専用。後で名前書いておいてやるからな。ああ大事にしろよ。俺たちは家族だ。だからお前のカップも七子のカップもいつでも俺が満タンにしてやる。忘れるんじゃないぞ。お父さん準備できた？ああそろそろ出ようか。行こうお兄ちゃん。お兄ちゃんと一緒で楽しいね。はしゃいで落ちるなよ。ねえどうしてここに来たの？お前ずっと来たいって言ってたろ。そのうちまた3人で天気のいい日に弁当でも持ってこいよな。うんやったー。ねえもっと川のそば行っていい？魚寝てるかもしれないよ。わかったわかった。足元を気をつけろよ。うん。あの子のあんな顔久しぶりに見た気がするな。俺はこれからも千里を引いた犯人を追うけどな、それはもう何かから逃げるためじゃない。俺がデカだからだ。こんな簡単で当たり前のことすら俺はいつの間にか忘れちまってたんだ。大切なことはみんなお前が思い出させてくれた。本当に感謝してる。この町はな、俺の町だ。七子やお前のいる俺の居場所だ。
だから俺はこれからもここを守って生きていく。デカとして、父親としてな。待てこら！くそ、しつけんだよ！なんだ？って、あいつは。おい、どうした？堂島刑事、すいません、お休み中。なこと気にすんな。それよりあいつら、なんだ？あのカツアゲグループです。最近、噂になっている。カツアゲだ？ったく、しょっぱい真似しやがって。お父さん、行くの？おう、悪い奴らを捕まえるのが俺の、いや、お父さんの仕事だからな。悪いが、ナノコを頼む。そう来なくちゃな。俺を誰だと思ってる？泣く子も黙る稲葉署の堂島だぞ。だからお前たちは安心して先帰って寝てろ。おりゃー、あーて、このクソガキども。お父さん、頑張れー。お父さん、かっこいい。先、お家帰ろ。帰って、お風呂沸かして、あと、一緒に夜食作ろ。ナナコお腹減った。